したの。ピーターパン知ってる？ピーターパン知ってるよ。お前大人になりたくない子供がいて、ピーターパンがやってきたお前ネバーランドに連れてってくれるって話だろ。今日はね、僕ピーターパンをちょっとやってみたいな。ふざけんじゃねえよお前。お前みたいなやつピーターパンなんかできるわけねえだろお前。できるできないじゃん、やるんだよ。激アツじゃねえかよお前。激アツだなお前。僕ピーターパンやるからさ、ブーちゃん大人になりたくない子供やる。俺子供やればいいよね。ガッテンガッテン。大人になりたくないえい。おぶれ、いやピーターパンだよ。僕ね、ここまで右足中心できたよ。爆裂にやべえやつ来たよ。こんなやつが来たら普通こう電話しますよね、警察に。でも僕は電話しないんですよ。なんでか分かりますか？ものすごい優しい目で僕のこと見てるんですよ。僕ピーターパンなんだけどさ、君にすごいもの見せたい。え、何見せてくれってる？これティンカーベル。うわ、ティンカーベルだ、かわいい。狂ってるよ。このピーターパン狂ってるよ。君さ、ケツメイシって知ってる？知ってるよ。ケツメイシの領事ってシャレにならないぐらいド M らしいよ。ああ、そう。あとケツメイシの領事って付き合ってる女に歌詞を書かせてるらしい。ああ、そうなんだ。あとケツメイシの領事ってツアーに毎回連れてくる女がいるらしいよ。なんでこのピーターパンケツメイシ領事のゴシップ俺に言ってくんだよ。俺ケツメイシのゴシップ聞いても興奮しねえよ。アイドルのゴシップどっちかって言ってこいよ。じゃあネバーランドに来てくれたらモンゴル800のボーカルのゴシップ教えてあげるから。モンゴル800のボーカルのゴシップ興味ねえよ。じゃあオレンジレンジのゴシップ。オレンジレンジのゴシップ興味ねえよ。あとなんでお前が持ってるゴシップみんな沖縄のミュージシャンなんだよ。なんだこいつお前。大人になりたくないんだよ。大人になんかなりたくねえよ。大人になりたくない君にはこれをあげるよ。え、嬉しいな。これ何？それはね、ティンカーベルの羽を蒸して作ったアクセサリー。エグすぎるよお前。エグすぎるよ。なんでこうやって置いて羽をピッて。羽の取り方レクチャーしなくていいよ。気持ち悪い。何してんだこれ。一緒にネバーランドに行こうよ。ネバーランドは行かないや。ネバーランドってどんなことなの？ネバーランドはね、1時間4000円で女の子と飲んだり喋ったりできる。キャバクラじゃねえかよ。お前ネバーランドってキャバクラなのかよ。一緒にネバーランド行こうよ。ネバーランド行かないよ。君はなんで大人になりたくない？僕はね、大人になったら仕事しなくちゃいけないでしょ。僕はずっと遊んで暮らしたいんだ。大人になっても働かなければいいんだよ。働かなかったらいろんな大人に怒られちゃうんでしょ。誰に怒られる？お母さんに怒られるんだよ。お母さんに怒られたくないならこれを見せればいいよ。え、これお母さんに見せたら怒られないの？これ何？それはね、君のお母さんと僕がラブホテル行った時のトラウマできるよ。トラウマできちゃうよ。子供がそんなお母さんのやつ見たら子供どう思うんだよ。泣いちゃう。そんな間使うんだったら面白いこと言え。そんな間使うんだったらなかなかネバーランドに行けないブーちゃん。その時現れた謎の人物とは。次回敵か味方が第2のピーターパン現れる。次回ブーちゃんはネバーランドに行けるのか。何これ、知らねえよ。お前がやってきたやつだと分かるわけねえだってね。まあそっか。なんだこれお前。まあでも結局売れてない夢をかけてる芸人と大人になりたくない言葉一緒なんだよ。嫌な終わり方。どうしたの？